はい、千切りキャベツですね、4分の1くらいですかね、のキャベツをスライサーで千切りにしまして、鶏の胸肉ですね、これ何百グラムだったか、300弱くらいだったと思うんですけど、それをシソドレッシングで、和えました。何口か食べたんですけど、まだ数日ですのでね、久しぶりに食べ始めて、数年ぶりにシソドレッシング、使い始めて数日ですので、まだまだ秋は来ないということで、これボールですね、ステンレスのボール、ダイソーでですね200円で、売っていたものなんですけども、もうそれをですね、お皿丼代わりにして、これから食べるんですけど、春にですね、本当はこれ用に買ったものではなくて、鶏の唐揚げですね、それに冬からですね春にかけてものすごく凝ってしまって、ことあるごとに鶏から作ってたんですよね。まあ胸だったりももだったりですね、作っていてですね、ちょうどいいボールがなかったので、新しく鶏から用に新調したボールがこれなんですけど、非常に良かったです。まあ、300グラムですかね、鶏の唐揚げするときはですね、まあ300グラムの鶏から結構ありますよ。まあ作ったことある方、あとはレコーディングダイエットというか、そのどれくらいのグラム数いつも食べてるのかっていうのが分かる方であれば、300グラムの鶏からってどれくらい、かなり量が多いのは分かると思うんですけど、それをですねことあるごとに作っては食べ、作っては食べしていたので、それは太るよなと。まあただですね、それが使い方が変わりまして、今度はこういったサラダといいますかね、千切りキャベツであったり、その前はですね、昨日なんかスイカですね、スイカを半分切って食べたんですけど、このボールが非常に良くて、全然なんか実用性重視で、もう見た目とかですね、そういった食器の見た目とかは全然関係ないんですけど、まあ非常に洗うのも簡単ですしね、これで一皿というか一ボールで全て賄えれるのでですね、これからもこれを多用していきたいなというふうに思います。はい、ということで以上。